スーパー GT をベースにしたエンジンなんで、まあ、そういうのが世界的に活躍するっていうのは非常にいいと思います。ぜひあの皆さん応援していただきたいと思います。雨はミシュランタイヤすごくダンロップより優勢だっていう話も聞いてたんで、まあ僕の後ろとね2台ミシュラン並んでたんで、まあ、どういう、まあ、そのレースであの2人との戦いになるかなとは思ってたんですけど、ただいかんせんこれだけ雨が降っちゃうともうあのストレートとかあの川があると車がもうあの設置してない状態になるので、まあ赤旗はもうねしょうがないあの判断だったのかなと思うんですけど、ただやっぱり心残りはねウェックに出てあのレースしたかったっていうのはありますね。本当にあの僕がウェック出るって言ってね、たくさんのあのファンの方がいろんな声援をいただいて、あのサーキットにもたくさんの方がね来ていただいて、まあサイン会もね本当 GT 並みのにぐらいすごい並んでくれて、本当にねあの寒い中まあちょっとレースはお見せできなかったんですけども、まあ本当にねあの風邪をひかれないように今後もね僕自身ウェック、ルマン24時間の方にも挑戦できるように頑張っていきたいと思いますので、今後も応援よろしくお願いします。僕らもねあの走ってる側もなんとかねあの、まあ、再スタート、まあ、リスタート切って、まあ、皆さんに本当こういいレースを、まあ、見せたいという思いが強くあったんですけども、まあ、とにかくまずね、まあ、この天候悪い中最後までいてくれたファンの方たち、まあ、富士まで、ね、応援に来てくれてた本当全ての、ね、皆さんに心からやっぱ感謝あのしてますし、僕らも悔しいけど多分あの見に来てくれた皆さんも、ね、本当悔しい思いされてると思うんで、またねあの、まあ、レースは、ねまあ、今回だけじゃなくて、まあ、来年も続くと思うんで、まあ、これに懲りずに、ね、また来年また違った環境の中で、まあ、ベストなまた状況の中で、まあ、レースが本当に開催されることを僕も望んでますし、まあ、そのレースを、まあ、皆さんでまた観戦に来ていただけると僕もすごく嬉しいです。本当に今日はありがとうございました。今年一番楽しみにしてたレースをやっぱりあんまりたくさん走れなくてすごく残念なんですけれど、まあ、逆にあのこの雨の中6時間リスタートをずっと待ってくださってる観客で、特に日産応援団にはもう感激しましたね。やっぱりあのリスタートするたびに水煙でセーフティカーが先導する車が日産が通る瞬間にもうみんなバーッとこう旗を上げて、雨の中もうすっごいそれでも感激しました。もう今週末表彰台に登りたいというふうに思っていたんですけれど、まあ、残りの上海バーレー制で、絶対表彰台に登りたいと思います。